これすごいっす、これ。ここですか。主にってなんていうんですか、韓国で。主にはお母さん。お母さん、お母さんの味みたいな。いや、これちょっと。例えば、じゃあ、じゃあ、に。プラス紹介。なった。これちょっと難しいな。これ今日ね、あのこの上の恵比寿商店街、はい、恵比寿通り商店街、まあ倉敷で老舗のね商店街、昔からあるから、ね、商店街。これまっすぐ行ったら美観地区。はい。ということでちょっと、はい、この近くにちゃんけさんのおすすめの、今日ね結構もう3軒目なんですけど、もうこれから、ね、締めの鍋を食べようかなと思って。え、鍋があるんだ。オモニっていうね、はい、あ、韓国ロバタ、韓国ロバタ、韓国料理。ちょっと今日はあのもう事前に、ね、撮影許可いただいてるということで、早速、はい、そっちこっちこっちじゃないですか、そっちでもね、はい、あ、でもいろいろなんかそのチヂミとか焼肉鍋とかいろいろある中での、お店と。はい、突入します。はい、行きましょう。よし、こちらがね、あのメニュー、結構メニューが多い、読むのが大変なぐらい。これが飲み物とね。枝豆が。どうぞ。ありがとうございます。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。よし、お疲れ様です。これすごいっす、これ。レノ入れたんすか。あといつものサビレモンでハイボールとか。ここですか。レイさんマジでそのなんちゅうかな、すげえと思う。いやいやいや、今の質問とかも要はそういうことでしょ。主にってなんていうんですか、韓国で。主にはお母さん。お母さん、お母さんの味みたいな。いや、これちょっといただきます。あー、そう、2週間行きます。ピリ辛な。お肉がこれ見てください。ここの企画だけ決まったぐらい。何の企画なの。コンビニの一押し飯。自分が一番いいのに。例えば、じゃあ、ジャージに。飯担当はちゃんけんさんだと。でもその飯担当でみんなで広げればいいかなと思う。飯のルーツを。例えば、僕が伝授する。
後ろとか正式に来ることは絶対おるんだよ。玉島の玉北の方のフラッツの方です。玉島店が、うん、めちゃくちゃ食べるんですか。いや、そんなにないですよ。寿司屋の何歳くん、うん、55分です。マジですか、マジですか。いや、でも全部シャリの、それは持ったんだって。だから時間制限をちょっとしたそれをどこに貼ろうかだけめっちゃ考えてる。はい、ありがとうございます。姉妹の2人だけ、姉妹の2人だけ検証していただいてもめっちゃ見たことあるファイヤー。韓国ってことでこの、はい、乾麺かな。急に YouTuber になった俺ちょっと難しいな。俺は会社命令、命令っていうか、まあ、なんかあなたですよなぜならばみたいな感じで言って OK 分かりました。数字から全然そのパンチを分け合いやから俺のパンチはパンチとかなんなんとかにね、パンチってだけど、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今日ね、重荷鍋食べさせた4人前で2700円ですかね。美味しかった。でもトッポギとかウインナー入ってね、美味しかった。鶏肉と豚肉も入ってて結構多かったですね。あれトッピングなんですよ。いや、もともと重荷鍋は多分トッポギとか豚肉、ウインナー、おやつとかに入ってまして、入れて4人前で多分3000円いかなかったぐらいで、結構ね、飲んだけど安かった昔からなんですよ。ここで多分結構遅くまでしとって、結構飲み屋さんの人が、あ、これ隣に気になったよ。これまた別よね、別館って書いてある。また無関係よね。この笑いもんっていうのはここは別館なんですけど、本間はここにあるんですよ。ああ、なるほど、はいはいはい、大丈夫ですかはい、今回ね、ジャングルセックスらしい。はい、これ持ってる人結構レアよね。レアですね。はい、はい、また機会があれば。今日の動画いいと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もグッドボタン。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。